どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、今ご覧いただいている、この YouTube チャンネルはですね、本来ガズレレといってウクレレのレッスン動画を公開しているチャンネルなんですけど、毎週日曜日だけはこのギター教室、ガズギター教室、宇宙一簡単ギター教室やってますよ。ぜひギターもチャレンジしてみましょう。さあ、まずギターやってみたいと思った方、ガズギターならではの独特のね、奏法解説してるの再生リストになってますんで、そこでまずゼロから勉強してください。ここに入っときます。あと概要欄にももちろん貼っとくんですけど、そこでね、ガズギターのね、このやり方っていうのは、とにかく弾いて歌うことがまず最初に一番できるゼロ一、ここに特化しておりますんで、いろいろちょっとね、本当言ったらすごく難しいとか奥が深いところいろいろあるんですけど、まずは弾いて歌えたっていうところを体験していただくゼロ一をね、皆さんシェアするギター教室ということでご認識ください。そのスタートアップにしてどんどんステップアップしていきましょうということでございます。で、いつも言ってるんですけど、ギターをいきなり始めるのもまあいいんですけど、まずね、ウクレレという楽器がね、ものすごくね、いいんですよ。なんで、私の考えとしては、まず最初にウクレレである程度弦楽器の基本みたいなのがあるんですね。すごく共通点が多いんで、そこでウクレレでね、ちょっといろんなことを勉強していただいて、その後にギター始めてもらうっていう流れもすごくいいと思います。これね、この流れの方が本当スムースだと思いますよ。はい。ウクレレもぜひやってみてね、ここにリンク貼っときます。概要欄にももちろん貼っとくけど、ガズレレ YouTube 見たら、ウクレレはもう本当に簡単なんでね、すぐにできると思います。さあ、今日もレッスン入っていきましょう。今日レッスンの課題曲はいいですよ。今、朝ドラで話題騒然。舞い上がれ主題歌バックナンバーの I Love You。 この曲ガズギター最高に簡単、指2本コードだけで演奏していきましょう。コードはですね、簡単版だと6個、後半やる 前半は簡単版ね、簡単版は指2本コードでコード6個でいっちゃいます。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはちょっとリズムが加わって、あともう一個だけコード加わって7個のコードですけど、それでもですね、まあもうひっくり返るぐらいに演奏をアレンジは簡単にしていますが、この曲はですね、とにかく歌がですね、すごい奥が深いところをついてくる歌でございまして、かなり聞き込みが必要だと思うんですけど、今ねこのね話題になってる朝ドラですから、皆さんじっくり長い間取り組んでね、この朝ドラが終わるぐらいまでにはもう気持ちよく歌えるようになっていると思いますよ。やはりどんどん始めていきましょう。ちなみにこの曲今キャンペーン中でございまして、簡単ウクレレ教室ガズレレでもレッスン動画を公開して、ガズピアノっていうのやってるんですよ。本も出たばっかりですけど、ガズピアノでも公開して、今回ガズギターでもというね、もう3本揃いで、もう同じ曲をいろんな違う楽器でね、演奏していくっていうお楽しみをちょっと味わっていただければというふうに思います。出てくるコード、まずシンプル簡単バージョンから説明していくんですけど、この6個です。全部見て、指2本のコードでできるようになってますよ。まずこれをゆっくりやりますね。で、この曲の長さなんですけど、朝ドラで流れているショートカット、ウルトラショートカットバージョンなんですけど、それでもじっくりゆっくりやればですね、もうなかなか深いことになってますんで、これでいきたいと思います。まずは、いきますよ。I love you、シンプル簡単バージョン、ゆっくりと、やってみます。
ックナンバーの I Love You やってみました。今のは入門コード6個で、コード指2本で押さえられるコードだけでやった。素敵なバージョンです。これね、いくないですか。あの演奏はですね、かなり簡単になってます。ただし、さっきも言ったけど、歌がですね、歌がもうこれ聞き込んでくださいね。はい。まあ、だけど、今見てもらったようにわかるように、このね、ガズギターバージョンだったら、きっとできるはずです。ちょっとね、コード、今もう一回こっち映しときますけど、見てください。全部指2本でしょ。これだけ覚えちゃうと、まずここからスタートしましょう。さっきも言いましたけど、まず弾いて歌えたって、この実感を得てもらうのが、まずガズギターの第一のですね、目標でございますんで、まずはこの指2本バージョン、ゆっくり今の演奏に合わせて練習していってください。その参考になるようにですね、今から画面にちょっと楽譜をシェアします。これをちょっと見ていただきたいんですけど、はい、朝ドラ舞い上がれ主題歌、I Love You バックナンバー。いきますよ。これイントロなんですけど、ここ見てください。ここ2拍って書いてあります。ここ結構ポイントですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2で、ここから高音のってなっていきます。これね、ちょっとここを見てもらうとわかるけど、この言葉のタイミング、これ、わかります？これよく聞き込んでね、これめっちゃね、奥が深いですからね。こうやって映しとくので皆さん、一時停止して書き出して、どんどん練習していってください。はい。伸ばすとか、こういうのも出てきますからね。かな。はい、じゃあここサビですね。でちょっと要注目はここでございます。ここでここの1箇所だけ、ここ下見ると E って書いてあるんですよね。 E 星じゃなくて、ここだけをかっこいいバージョンでここ E というコードをつけます。これが1個出てくるんで、ちょっとかっこいいバージョンのコードがこれから1個増えますよということなんですけど、ひとまずこういう感じです。これが今映ってる、これがね、朝ドラの尺なんですよね。はい、これでやってみてくださいということですね。ちょっともう1回サビをこう落としておこうか。ここら辺も聴いていると心地いいんですけど、歌ってみたらね、言葉のリズムとね、メロディーやばいですから。特にね、ガズさんがね、キーポイントにしてるとか、ここですね。ここね、君に会いたい。これめちゃくちゃこの君には低いんですよ。で、ここ、横切った猫に、ここはすごい高くて、君にってすごい低いんです。ここがすごく音程の標高差があるのと、あとここもね、サビもね、ものすごい高いとこ出てきますからね、音程が。これは歌うのはですね、なかなかね、高難度。だけども面白い。夢中になってやってみてください。最後これがエンディングになって、でん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 というふうに終わったというのが、ガズギターの簡単アレンジになっております。これをちょっと見て、まずはね、ガズさんの動画に合わせて練習していってみてください。で出てくるコードなんですけど、まあ、ここに書いてあるさっきも出てきたね、この6個なんですけど、これは大丈夫ですよね。一応ですね、まあ、毎回言ってることなんですけどね、この辺についてはですね、ガズギター必須コードという動画を見てもらうと、もう一度確認ができると思います。ここにリンク貼っておきますね。はい、ガズコード、ガズギター必須コードマスターしてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、ちょっとコードパワーアップさせていきます。ちょっとこのコードに変わっていきますが、さっき出てきた C とG と F、これちょっとね、赤い点というか色がついた点が加わってパワーアップしたコードになってます。はい、いつものことですけど、 C、 さっきはこの2本だったのがここが加わってこれが C になりますよ。はい、指立ててくださいよ。で G もさっきはここの2個だったんだけど、今度1弦の3フレット、ここも加わってこの 3つを押さえる G ね。はい、で F に至ってはガズギターバージョンだとさっきはこうだったでしょ。今度はこの小指とこの薬指 4本指、これ難しいです。で1弦と2弦は本当はこうやって押さえられるといいんですけど、初心者の人これなかなか難しいということで、ガズの場合はこうやってわざと上げといて、1弦と2弦は人差し指の腹で音を止める、わざと音が出ないようにミュートしちゃって、それであと弾く時もコツは3、4、5、6弦をメインに弾いていくと1弦と2弦の響きがあんまりこう出てこないんでね、そうやってちょっとね、苦手なところをカバーしていきましょうっていうのがガズギターの考え方です。とにかく演奏してコード弾いて歌っていく、そのうちに慣れてきますからね。はい、そして今回出てくるコード E というコードですね。 E 見てください。これさっきの E 星ってこことここ、こことここ E 星なんですけど、人差し指ここが加わるだけですからね。はい、これが E というコード、この1個加わるとすごくまた広がりがこの出てきますんで、演奏の中でこのコード出てきたらちょっと色変えとくんで、ね、あ、ここいいか、響きがいいなと
気づいてください。はい。このコードを使ってちょっとパワーアップした響きのリッチなコードで、かっこいいバージョンをやっていこうと思います。今日ね、リズムはですね、このピックを使ったリズムでいきたいと思うんですけど、全体的なリズムとしては16ビートですね。16ビートっていうよりは、まあ16ビートのチャというような表現かわからないですけど、まあちょっとこんな感じです。サビでやると、どんな言葉が願いや景色が、こんな感じです。あとワンブロック2個あるときは、ダン、ジャンドクドンドクジャン、はい、ガズ独自の弾き方、このブリッジミュートね、この間もな、この解説動画あげました、前回の動画ですけど、ここにリンク貼っておきますけど、この独特のこのガズのね、このブリッジミュートをかけたやつなんですけど、もちろんフルオープンでやっても全然いいと思いますよ。どんな言葉がこういう風にダイナミックにドーンと弾くのもいいですけど、ここはあの好みなんで、ガズはちょっとミュートをかけながらブリッジミュートやっていきますということです。で、今日ね、面白いリズムを取り入れたいと思うんですけど、A メロの公園の落ち葉が舞っての、ここら辺はですね、ダウンピッキングを使ったフレーズというかリズムをやっていきたいと思います。ダウンピッキングもこっちももちろんブリッジミュートをかけるんですけど、こんな感じです。アクセント。トンタン、トントンタン。このリズムですね。これちょっとやってみると、公園の落ち葉が舞って、どうやったを教えてくれている、かっこいいでしょ。ちょっと落ち着いた感じになります。これもブリッジビートちょっとかけて、ちょっとアクセント、タン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 、こんな感じ。このメリハリ、このドンドンダートとダンジャカダンジャカダンジャカダ、この16ビートのリズムをうまく掛け合わせて、この曲のリズム表現していきたいというふうに思います。この16ビートの弾き方なんですけど、これウクレレの16ビートの弾き方はすごく参考になると思いますので、ちょっと概要欄とここにも貼っておきますね。ウクレレの16ビート、これでね、ドンジャカダンジャカズンズクジャンジャカみたいな感じ、ちょっとね、全然わかんないよという方は、ウクレレとこのリズムのね、考え方一緒ですんで、そこでちょっと練習してみてやってみてください。それではね、早速やっていきましょう。I love you back number ガズリリリかっこいいバージョンやってみる。 バックナンバーの I love you、 これはですね、気持ちがいいんですけど、これね、簡単ではないです。ダウンピッキング今やったじゃないですか。あのダウンピッキングがなかなかこうリズム安定しないと思うんですよね。今の公園の落ち葉まで、すごい溜めてどっしりやるのこれで難しいんですけど、簡単そうに思うところの方が案外難しかったりするんで、この辺がね、リズムの感覚、これ今2つのリズムが混ざってるわけじゃないですか。
ダウンピッキングでやる ブリッジミートル、ズンズンダンズン、あと16ビート軽やかな感じ、これがうまいことこうミクスチャーされて、聴いてる人は案外で差が分かんないぐらいのミックス加減になるとすごくいいと思うんですよね。はい、このリズムの感じもそうですけど、やっぱり突筆すべきはやっぱこれ歌なんですよね。歌の言葉のタイミングとメロディーラインのこの上下加工ね、またこれもう本当ノートレイ要素満載ですんで、もうこれ脳みそ活性に持ってこいでございます。はい、連ドラまだ始まってすぐですから、じっくり取り組んでいきましょう。はい、そんな感じで今日の I Love You バックナンバーのレッスン、この辺で終わりにしようと思うんですけど、いかがだったでしょうか。ですね、ガズギターやっててちょっとわかんないこととか出てきた場合、コメント欄にね、なんか書いていただくとですね、なんかガズも次の動画の参考にしたりとかするんですけど、いつも言ってるんですけど、すごくハイパーに難しいことはまだちょっとね、初心者さんに向けてるんで、おいおいやっていくとして、まずね、基本的なことをなんかこんなこと恥ずかしくて聞けないわ、みたいなことを聞いていただいてもいいですし、なんかね、このコメント欄ご活用ください。はい、そんなわけで毎週日曜日はガズギターやってますよ、ということで、ガズギターがずっと繋いできたその動画のね、再生リストを貼っときます。あとね、ホームページの1枚にも整理されてるんで、それもちょっとね、貼っときますんでね、それもご確認ください。そしてですね、いつも言ってることなんですけど、今ね、毎週日曜日はガズギターということなんですけど、普段このチャンネルでは、ウクレレの YouTube レッスン、ガズレレ YouTube チャンネルやってるわけで、レッスン動画ね、ウクレレも楽しいですよ。あとは、はい、ガズピアノというピアノレッスン鍵盤楽器、僕が考え出したガズさんが思いついた弾き方、めちゃくちゃこれ楽しいんですよ。ぜひやってみてください。本も出てますからね。はい。あっちからこっちから音楽を楽しんでいく。今日みたいに、この曲、さっきも言ったけど、バックナンバーの I Love You は、ガズピアノでも、ガズレレウクレレでも、今日のガズギターでも、3つの楽器で解説動画上げてますんでね。もうこれ楽器が変わるだけでもね、かなり面白い世界観になると思います。はい。ぜひ、いろんな楽器でチャレンジしてみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。また日曜日かな、来週の。それではね、バイバイ。